防災住宅研究所理事、防災アナウンサーの奥村なつみです。今回は豪雨の中やってはいけないことを3つご紹介していきます。子連れ避難の校庭でも実験しながらお伝えします。お父さんお母さん必ず最後まで見てください。もう前が全く見えないです。助けてください。失礼します。ここはですね、つくば市にあります防災科学技術研究所の大雨を降らせる実験施設です。これまでの最大級の雨を降らせることができるということで、豪雨の中避難するとどうなるのか実験していきます。お願いします。はい、雨が降ってきました。雨が激しく降ってきました。辺り一面白多くなってきました。風が吹いてない方のここだけは濡れてないですけど、こちら側と足はもう全体的に濡れてしまいましたし、長靴の中にも水が入ってます。じゃあ雨の中助けを求めて相手に伝わるかというのをやってみます。助けてください、助けてください、聞こえた。ここで聞こえた。聞こえましたか？これぐらいの距離まで近づかないと助けてくださいと言っても振り向いてもらえないということですね。はい、4メートルです。高井さんと私の距離は今4メートルです。4メートル。助けてくださいって言っても聞こえないって致命的だと思うんですよ。豪雨の中避難しててどこにいるか分からなくって、助けてくださいってももう手遅れってことですよ。はい、行ってみよう。Yeah.
になったね。早く着替えたい？中まで濡れちゃった？中までびちょびちょです。上下レインウェアを着ていたんですが、下着まで濡れてる。あ、下着まで濡れてました。はい、やはり豪雨の中は完全防備していたとしても、もう全身ずぶ濡れになってしまうほどの雨だということが分かりました。もう脱ぎ始めてる。豪雨の中車を走らせるとどうなるのか、お願いします。はい、じゃあもうすぐ入ります。徐行運転ぐらいのスピード。はい、徐行運転のスピードですが、今雨のエリアに入りました。もう前が全く見えないですね。入った瞬間に止まれなので、今横断歩道が前。あ、横断歩道があるということなんですか。あ、かろうじてワイパーの隙間から横断歩道が見えていますけれども、これはもうフロントから滝のように水が流れていきます。はい、お願いいたします。正直ですね、赤いコーンももう霞んでいるような状況でして、ワイパーがこれ一番マックスですか。マックスです。マックスで動いてるんですけれども、ほとんど水をかけてないような状態です。怖い、怖いですね。これ赤いコーンなかったらどこで回ったらいいかもわからないですね。音もすごいです。あの隣に乗って運転してくださっている酒井さんの声がちょっと聞き取りづらいですね。はい、もうすぐ出ます。はい、このねフロントガラスから見える景色の違いを見ていただくと一目瞭然かと思うんですけれども、これ昼間ですけれども、はい、夜だとより見えないということになりますか。そうですね、これ今明るいのでかろうじて見えてますけど、夜だと本当ライトだけになったら本当見えないですね。あの酒井さんから横断歩道があるというふうにあの言っていただいて止まったところも、私は横断歩道すら見えていなかったです。わかりますかね、このようにここから見ても横断歩道もう見えないですよね。雨で反射してしまっていて、真ん中の白線も途中から消えて見えなくなっているのは、これは冠水しているからということですかね。そうですね、水がある程度溜まっている状況ですね。冠水した中走るとエンジンが止まる恐れがあります。また水圧でドアが開かなくなることも。車での避難は危険なので避けてほしいですが、万が一に備えて車の中に脱出用のハンマーをご用意ください。プールに障害物を入れた後、水に色をつけ実際の汚水に近い条件で実験していきます。冠水した中歩くとどうなるのか、まずは長靴で挑戦してみます。どれぐらい深いか分かりませんね。あ、もう完全に足元のが見えません。あ、怖い。あ、もう一段あります。はるくん、3段あるかな。3段。ちょっと気持ち、あ、大丈夫。ここに岩がありそう。ここに岩がある。ですね、これは。あ、はるくん、待って待って待って、ちょっと待って、お母さん、ここ下見えてないから。寒いね、かなり体感が冷たいです。どんどんこう体温が奪われていく感じ。中靴の中もびちょびちょです。大人にとっては膝丈ぐらいまでの水の量なんですけれども、もう子供は本当に腰ぐらいまで入ってしまってました。で、下も見えないので何があるかわからない中、前に進む怖さ、ここは本当に短い距離でしたけれども、とても冠水した中歩くというのは危険だということを身をもって感じました。スニーカーなら冠水した中でも逃げられるんじゃないかというような情報もあるんですけれども、スニーカーだとどうなるかやってみます。うわ、長靴よりもうダイレクトに水に足が浸かるので
のにやっぱり下が見えないので怖いですね。ここ段差があるっていうの知ってるんでこう降りてきてますけど、分かんなかったら足踏み外しますね。じゃあ前に進んでみます。うわ怖い、なんかあるんじゃないかと思った。段差がありました。どこまであるんだろう。あ、ここで終わりました。いやーちょっとこれ分かんないですね。下見ても分からないし、足の感覚で少しずつ進むしかないです。スニーカーでも下は見えないですし、怖さは変わりません。むしろ長靴よりも水がダイレクトに足に当たるので本当に冷たいですね。冠水した中避難するのは本当に危険です。絶対にやめてください。早めの避難をお願いします。ということで今回は1時間の雨量が300ミリの雨を再現していただきましたけれども、これはどういった雨になるんでしょうか。はい、そうですね、1時間に300ミリこんな雨降らないんじゃないかと皆さん思いかもしれませんが、10分間の雨量であると気象庁のアメダスでも10分間に50ミリということで観測されています。でそれを1時間直すと300ミリっていう雨で、10分間っていう単位で見ると今日のような雨が降って一瞬にしてこう世界を変えてしまうような、そういうような雨が降っているということになります。こういった雨の時にどういう行動を取ったらいいんでしょうか。そうですね、今日本ではもう100ミリ以上の雨がこうしょっちゅう降るようなそういう自然環境になってきてて、こういう雨がこう短時間でも降っている可能性が非常に多くなってくる、そういうふうな環境になると思います。そうするとやっぱり外にこう出た瞬間にやっぱりこう歩いたりとか、あるいは避難所行こうとかいったそういったことはやっぱり危ないなと、これ以上こう外行かない方がいいな、なのでこう家に留まったりとか、あるいは本当に近くだけでその中を歩かないような、そういうところを考える。要はその水が流れたり水がこうたくさんあるようなところ、そういうところにこう雨が降ってる中でこう行くっていうのは留まった方がやめた方がいいんじゃないかなというふうに思います。さらに今年はスーパーエルニーニョの恐れもあるというような報道もありますけれども。そうですね、スーパーエルニーニョ、そういう環境になった場合にこれが起こるっていうものははっきりこう分からないところはあります。ただやっぱり極端な条件のこういう特に降雨だったりするのは起きやすくなる可能性があると指摘されています。そうするとやっぱり強い雨、やっぱり短時間に強い雨、このような雨がこう実際に身近で降る可能性が高くなる、そういうことが考えられますので、事前にこうどういうふうにどこに逃げたらいいか、あるいはどのタイミングで逃げたらいいか、そういうことを普段家の周りの人と話していくことも重要ですし、やっぱりハザードマップを見たりとか、あるいは自分でこう見てみる、その辺何か危ないとこないかな、そうすると水が溜まっているところがあればそこは普段からこう水が集まりやすいところなので、そういうところにどん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 深くなってしまう可能性もあります。なのでやっぱり強い雨が降ってくるという前に備えておくっていうことは非常に重要だと思います。今回は豪雨の中やってはいけないことを3つご紹介しました。1つ目は豪雨の中は外に出ない、そして2つ目は車での避難も危険、そして最後3つ目は冠水した中の避難は本当に危険なのでどうかやめてください。ということで、この雨のシーズン、ゲリラ豪雨、線状降水帯と気候変動の影響もあって雨の降り方変わっています。どうか早めの避難をお願いします。こういった危ない状況になる前に安全な場所にご移動ください。大丈夫？大丈夫かな？ちょっと一回降りてね。よいしょ、歩ける？